午後のお仕事も頑張るよ。会社に帰るかね。で参りました。道の駅大田、本日はこちらにお世話になりたいと思います。大田はスバルですからね、こんなのありますよ。よし、お疲れ。ね、でも明日はお仕事休み。今日はビールとイカ明太とぬか漬けの盛り合わせ、これをコンビニで大好きな赤城さんを道の駅で、そしてねお昼休み抜け出してこれを買ってきたんです。私の大好きな天むすび。天むすびだけじゃないんだけどさ、満腹っていうお弁当屋さん大好きなの。食べたくなるのよ。あー、お腹すいた。うん、ピリ辛、よく合う。唐揚げ、イカの天むす、鮭、これ昆布とおかかが混ざってるのね。で大好きな卵。でしょ、このね、満腹さんのイカの天むす、これが好きなの。うまい。うん、最高だ。このお弁当をさ、無性に食べたくってさ、今日の夜ご飯これだな。今日ね、お昼休みを使って買いに行ったのよ。Thank you.
もったいない。大変。いやー、よいしょ、もったいないね、ごめんなさいね。ではいただきます。よい、日本酒もうまい。ゴールデンウィーク終わって仕事に行って、まだ2日目ですが、どうしても明日行かなきゃいけないところがあるからね。私にはとっても大切なところなの。だから有給取っちゃった。明日が楽しみです。では皆様、また明日。おやすみ。おはようございます。あまりお天気がよろしくないです。晴れてたらね、お散歩しながらお腹を空かせながら朝ごはんかと思っていたのですが、先ほど雨が止んで、まだまだどんより、いつ降るか分かりません。なので車で行こうと思います。もうお腹ペコペコです。出発。到着いたしました。お久しぶりです。行きましょう。だね、ずっとねお休みされてたからさ、久しぶりに食べられてとっても良かったです。ラーメン食べてる間に日が出てまいりました。なのでこの近くにね、ちょっと面白いところがあるって聞いたので行ってみたいと思います。ここから4分だ、近い近い。到着いたしました。私が来てみたかったのはこちらでございます。行きましょう。あっち。お、どこ行くんだ。これ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 ね、よし、
まずは本堂です。ご本堂、こちらがご本堂かな。履物は脱いでお上がりください。お邪魔します。失礼します。本堂でお参りして資料館に向かっております。おお、ここが遺跡なんですね。いろんなお部屋があったみたいですね。遺跡を通過して次は資料館に参ります。入館料は200円。御朱印ではございませんが、これを無料でいただけました。全国でね、2つしかない縁切り寺だそうですよ。なんか嫌な縁を断ち切りたい方、いい縁を結びたい方、ぜひいらしてみてください。じゃあねー。